さあ、デッドバイキラー。今回はハントレス。やっていきましょう。まあ、スキルレーティングでね、ハントレスにも遅延パークをつけないといけないという。まあ、全キラーつけないと ちょっと遊べないからな。遊ぶ余裕がもうないんで。もうガチガチに、一人一人が発電意識強いし、チェイスもうまいんで。まあ、それはそれで楽しいんですけど、パークね、ちょっと悩むな。バベチリもね、遠投楽しいから外せないんだよな。バベチリもね、どうなんでしょうか。バレたけど、もう一人いる？全然いい。そっちは逃げ場ないからね。早すぎやろ。マジか、やべ。やべえ、手もなくなったー。弱音ついてるぞ。やっ。ありがてえ、いただきありがてえ。ナイス。あれもついちゃいそうだな。オッケー。回復したね。あれはお店の人かな。オッケー。あ、デビキンいた。このさ、釣った時にカクつくのマジ勘弁してほしい。でかいのか？いや、あるよな。うますぎない？それ。ちょっと待って、なんだ今の。
一つのミスが命取るよ。いや、つかつけてるんですけど、普通キャッチできるんだけどな、あれ。マジか。手は使った？ストライクないんか。これは発電機を止めに行こう。いやでもナスコ欲しくなんな、マジ。お、いるね。隠密うますぎやろ。え、ちょっと待って、あの距離で。今の外すとか。え？なんだ今の。終わりかよ、マジか。いやー、これはきつい。興奮いらねえかな。いや、きついというか、これやっぱりキャンプしないとダメだったか。最初ね。じゃあもう一人行こう。さあ、アイテムすげえな。ちょっとね、ノンアンにしましょうか。どうせ発電されるから、この初心者以来のノーアン。もう通電されるのは意識高いからもうしょうがねえよな。え、これパーティーなの？パーティーじゃないよな。フルパではないはず。
まあでもそうするしかなくないか。だってイタチとか堕落ルインとかつけてても結局通電ガンガンするからな 通電されてから勝負、もう一勝負するにはもうノーワンしかねえんだよな。もうしょうがないよな、このスキルレーティングの状況の時 こういう時は。まあ、その前にやれればいいけど、まあ、通電して何人かやってピップを保つみたいな 感じじゃない。まあでもね、1試合目、さっきの試合は、救助狩りできなかったっていう立ち回りの問題も大きいから、キャンプも全然しなかったからっていうのもちょっと大きいんですよね。あれ、キャッチできてたらまた全然状況変わってきたから、つかつけてる意味なくなっちゃったからな。いや、これ奥なんかな。ちょ、警戒で。いたわ。お、そっち行く、スプバー。いやー、うまい。端に行くのは何なんだろうな。大丈夫か？オッケー。よし。歩兵つけてるんで、ガンガン投げれるは投げれるんで。破滅もう壊されちゃったかな。ここはあんまキャンプしてもしょうがないんで、発電機そんな回しないくない？奥の発電機か。あそこにイタチ間に合うかな。ん？全然回しねえぞ。トーテムずっと探してたんか。あそこ私間に合う。間に合わねえ。まあ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 、でもそんな回ってないからいいけど。あれ、追うべきではない。お伏せだからあれはいい。追ってたら発電機ガンガンついちゃうから。オッケー。あれは釣ろう。多分発電機触ってたからストライクはもうないでしょう。よし。でそこにイタチを。いやあそこ。多分ジルがやってたところだ。そこでも今行っても間に合わねえな。ここはキャンプして一人削っての行くってのもありだけど、
そんなに発電意識は低い方だから、まだ。この人たちは。よし。とりあえず一発当てとけば OK。ここマジ見やすい。OKOKOK、これでかいぞ。諦めたか。で、どっち回してる？ OK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 。そこはね、ダメなんですよ。その窓枠の駆け引きはハントレス有利だから。もうね、あそこ行ったらもう離れた方がいいっすね、ハントレスから逃げるときって。この窓枠の駆け引き絶対しちゃダメ。避ける読みで。いや、もう一人いるんだよな。まあまあ、ここつけられても全然いいんだけど。で、一人降りるよね。あ、まだ上にいるのが。あ、救助狩り行った方がいいね。あー、やっぱ触ってるわ。オッケー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 。そら触るよね。痛使いたいけど、しゃあなし。いるね。いやー、でも手斧ないんすわ。手斧ないんすわ、お姉さん。最悪やー。12秒待つか。ボロタイでしょ、どうせ。やる。よし。ふう。いやー、まああとは誰かが不滅持ってない限り。いや、ただまだな。
ストライク食らいたくねー。よし、どこ行ったか。チリに映んなかったよな。上か。よし。いやー、辛い戦いが続くけど、まあでもノーマンつけてると安心感はあるんだよな。まあ通電されてもいいやっていう気持ちになるから。まあ、保険としてありっちゃありだよね。まあ、ナースにも初心者以来つけてみようかな。初心者の時めっちゃノーワン使ってたけど、ナースとハントレス、まあ、ありっちゃありっすね。はい、ということでデッドバイデイライトでした。では